こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。顧客や Amazon へ返事をする前は気軽に質問してください。翻訳ソフトを使った翻訳の精度は低いです。まあ、例としておかしな翻訳。頭ごなし、ね。頭ごなしと日本語から英語に翻訳すると、ノーヘデック、頭痛はないと。 なんじゃそりゃってね、ことですよね。まあ、ちなみに、頭ごなしという意味は、相手の言い分を聞かず、最初から決めつけた態度を取ること。ね、まあそうですよね。わかっていると思いますけど、それをね、頭痛はないという意味に捉えて、やり取りしてたら、マ、まあ、ちんぷんかんぷんと、ね、ことになります。また別な例だと、厚物に懲りて騙すを吹く、まあ。これを英語に直すと、パニッシュ・ヨセルフ・ウィズ・ザ・ ユージュアルプラクティス。いつも通りの、いつもの練習で自分を罰すると。うん、なんか、えー、どうしたんですかって感じですよね。えー、全く違う、えー、意味になってます。あるいは、春日は私の嫁だと。ね、と、英語にすると、The Melancholy of h a r d h 涼の憂鬱と。 はるひと出てきたらこの鈴宮は春日の憂うつと翻訳するんですかねまぁ、あえー、全くいい意味が変わってきてますまた、ね、俺の妹がこんなに可愛いわけがない My sister cannot be this cute 私の妹はこの可愛いいことができない、ねえー、な,んかなんか惜しいんですけど反対の意味になってるというか反対じゃないんですけど 175度かね、185度、うん、あるいは、えー、何しろ、惜しいけど、惜しくはないけど、全然違う意味になってると。まあ、こんな風にね、役、えー、がめちゃくちゃだってことと、あと肯定分と否定分を取り違えて、反対の意味になってしまうこともよくあります。 やってくださいというのをね、やらないでくださいってなってみたいとか、返事しなくていいですよっていうのをね、返事をくださいと取ってしまったりとかいうこともあります。これはもうしょうがないです。日本語ってね、何しろ使う人も少ないし、今経済的にもね、はっきり言ってどうでもいい国になっちゃってますんで、翻訳する人が力がほぼ入ってない、ね検証とかしてない。 まあ、Google 翻訳はもちろん、海外のね、えー、何のサービス使っても、英語の翻訳、英語から日本語にした翻訳、あるいは現地語から日本語にした翻訳はね、まあ、結構ね、えー、そのそのものに対する、こう例えば絵のね、 えー、説明なんか日本語で見るとその絵の背景をもともと知ってる人が読めばこれをこう間違えてるなと分かりますけどそうじゃない場合はね何何書いてんだか分かんないとかね全く違った理解をしちゃうということになりますまあもとい絵はいいとしてねまあお客さんあるいはアマゾンとのやり取りでねその意味が分からずちんぷんかんぷんな返事をしちゃったりあるいはね、えー、逆の意味にとって返事やりとりしてたら、えー、それはまずいに決まってますんで いちいちね、こんなのの翻訳を確認するのもなんだなと思っても、まあ遠慮しないでいいです。えー、質問してください。アマゾンからの質問についてはね、その翻訳の文書そのままもらえれば、初めの人にした返事を他の人にもしたり、まあ重要なことであればそれをメールマガで流しますし、まあ購入者、あるいはね、購入する前の人のやり取りだとね、えー、その質問がわからなくてチンプンカンプンのやり取りをするのはね、えー、 まあ相手が怒ってね、なんかクレームになった時にまずいこと等もありますんで、まあ念のため確認してもらった方がいいです。何しろ翻訳ソフトって、えー、英語ができない人も翻訳ソフトがあれば、 なななんとかなるとかるいうもんではなくて、英語ができる人はね、えー、楽をするために使って、まあ、英語できる人なら翻訳ソフトのミスにも気づくんで使えるってもんなんでね、全く英語できない場合、人が翻訳ソフトを使ってやり取りするのは非常に危険です。えー、そんなわけで、顧客や Amazon への返事をする前は、えー、気楽に質問を確認してください。以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。